BBC ミクロは、エはコーンコンピュータ、教育用途を意図して設計され、頑丈で拡張性があり、オペレーティングシステムの高品質が特徴であった。BBC マイクロコンピュータシステムとも、リテラシープロジェクトで選定されたことから、イギリスでは1980年代に多くの学校で採用され、エイコーンは成長を遂げた。効果ではあったが、イギリスでは、 コビーパソコンとしてもそれなりの成功を収めた。その後景気の開発過程でアームアーキテクチャが生まれ、2008年現在では組み込みシステムで広く使われている。シリーズとして12機種が生産されたが、BBC ミクロといえば通常は初期の4機種を指し、後期の8機種は BBC マスター及びエイコーンアーカミデスシリーズと呼ばれる。 1980年代初め、BBC は後に BBC コンピュータリテラシープロジェクトと呼ばれるプロジェクトを開始した。プロジェクト開始の一員として、当時イギリスで大きな反響のあったドキュメンタリー番組ザマイティ、ミクロがある。イギリス国立物理学研究所のクリストファー・エイバンズは、同番組の中でコンピュータ革命が経済、産業、ライフスタイルに 重大な影響を与えるだろうと予言した。BBC は、プロジェクトの一環として1981年に、テレビ番組ザ・コンピューター・プログラムを開始するにあたって、様々なタスクを実演できるマイクロコンピュータを必要としていた。題材には、プログラミング、コンピュータグラフィックス、音響と音楽、文字多重放送、外部ハードウェアの制御、人工知能などが挙げられていた。 マイクロコンピュータに限定し、かなり野心的な仕様で開発者を募った。BBC は、クライブ・シンクレアにも話を持ちかけたが、彼の提案した、グランディ・ニュー・ブレインは、BBC 側が却下した。BBC は、他のイギリス国内のコンピュータ業者にも話を持って行き、その中にエイコーンがあった。エイコーンは既存のエイコーンアトムの後継機プロトンの開発をすでに言っていた。 プロトンはグラフィックが改良され、より高速な 2MHz の MOS6500 に CPU を採用していた。当時はまだプロトタイプしかなかったが、主に学生から構成された。イコーンのチームは BBC に実動するプロトンを見せるために夜を徹して作業した。イコーンプロトンは BBC の使用を満足した唯一のマシンというわけではなかったが、 ほとんどすべての面で最も優れていた。マシンは BBC マイクロコンピュータとして1981年末にリリースされビーブの愛称で親しまれた。イギリスでは特に教育市場を中心に人気となった。なお、1982年にはシンクレアリサーチが ZX スペクトラムをリリースして大成功を収めている。BBC ミクロは最初の数ヶ月間、 マシンを注文してそれが届くまでかなり待たされるという事態が生じた。アメリカ史上参入の試みは失敗に終わった。イギリスでの成功の要因は教育用コンピュータとして認知されたためであった。BBC ミクロはイギリスの多くの学校でコンピュータリテラシーと情報技術スキルの教育に使われた。インドなどのイギリス連邦諸国でも BBC ミクロを使った コンピュータリテラシープログラムが開始された。それ以前はリサーチマシーンズがイギリスでの教育用コンピュータ市場のリーダーだった。BBC ミクロが教育市場で受け入れられた要因の一つはその頑丈さである。マシンのケースとキーボードは ZX スペクトラムに比べると非常に頑丈であり、児童が乱暴に扱っても壊れなかった。 モデル A とモデル B は当初それぞれ235ポンドと335ポンドで販売されたが、コスト増に伴ってすぐに299ポンドと399ポンドに改定された。エイコーンは総販売台数を12000台と予測していたが、最終的には150万台の BBC ミクロが売れた。BBC ミクロのコストは、 ZX スペクトラムなどの競合他社製品に比べると高かったため、エイコーンはゲーム用を意図した廉価版、エイコーンエレクトロンを1983年にリリースした。ただし、ベースとしたのは1 6イトラムのモデル A ではなく、3 2イトのモデル B である。エレクトロン向けに開発されたゲームは、モデル B 上でも動作した。後面、ポートは左から、 UHF 出力、ビデオ出力、RGB、RS423、カセット、アナログ入力、e コネットの、純モデル A の RAM は 16KB、モデル B は 32KB である。他の6502を採用したマシンと、同様、RAM は CPU の2倍のクロックで駆動され、CPU とビデオディスプレイが、交互に、メモリに、アクセスできるようになっている。 これによって BBC ミクロは速度低下することなく完全に平坦なメモリアドレス構造を持つことができた。ビデオラムをメインメモリに含める方式ではビデオ回路の動作によって CPU の速度が低下することがよくあり、それを避けるために CPU のアドレス空間とビデオラムを分離する方式を採用する場合もあった。各種入出力インターフェースを備えている。 チューブインターフェースはエイコーンアーアカミデスを開発する際に BBC ミクロに ARM CPU を装備するのに使われ、それをソフトウェア開発に利用した。これは1986年に BBC ミクロ向け ARM 開発キットとして約4000ポンドで発売されている。2006年チューブインターフェースに対応した ARM7 とドミー CPU と16メガバイトの RAM を 装備したキットがリリースされた。これを使うと古い8ビットのマシンが32ビットリスクマシンになる。チューブインターフェースを使ったゲームソフトも登場している。また、2台目の6502とジョイスティックを組み合わせたカナダドルパッケージもあった。モデル A とモデル B は同じプリント基板を使用しており、モデル A をモデル B にアップグレードするのはそれほど難しいことではない。 モデル B 用ソフトウェアを実行したいユーザーは、ラムと MOS6522 ビアを追加し、一部配線を切ればよく、ハンダ付けも不要である。ただし、外部ポートも含めた完全なアップグレードには、ハンダ付けも必要となる。初期の BBC ミクロは、BBC の仕様に合わせるためリニア電源が使われて、いたが発熱が多いため、すぐにスイッチング電源に置換された。 エイコーンは1985年中頃、モデル B プラスを投入した。ラムを64キロバイトに拡張し、フロッピーディスクを標準でサポートしている。しかし、市場の反応は大きくはなかった。追加した32キロバイトのラムのうち、20キロバイトはディスプレイ用で、12キロバイトはバンク切り替えで使われた。B プラス128ではさらに64キロバイトが追加され、 全体で1 2 8キロバイトとなっている。B では、モデル B 用のプログラムの一部が動作しなくなった。この原因は、フロッピーディスクコントローラを、を、インテル8271から WD1770 に変更し、マップされるアドレスも変更したためである。これらのコントローラは非互換で、エミュレータは、基本操作が可能なだけで、互換性という点では、不完全だった。 ソフトウェア内のコピーガードはコントローラに直接アクセスすることが多く、新しいシステムでは動作できなかったのである。BBC ミクロ向けには多くのゲームがリリースされた。周辺機器やハードウェア拡張も各種リリースされ、フロッピーディスク装置とイーコネット関係のネットワークハードウェアが用意されている。さらに追加ロムチップ用ソケットも用意されている。 文字多重放送の内容をダウンロードするアダプタも用意されていたが、実際にテレビ放送で BBC ミクロ向けの内容が放送されることは稀であった。組み込みのオペレーティングシステム ACOMMOS はすべての標準周辺機器、ROM 上のソフトウェア、画面などとのインターフェースとなる広範囲な API を提供している。当時、ベーシックでサポートされていたような各種機能が、 OS で提供されているため、BASIC 以外にも、各種アプリケーションでも使える。BASIC 自体は、OS とは別のロムチップにあるので、それを別の言語処理系と置き換えることも可能であった。ACON は公式の API を使うことを推奨し、ハードウェアやシステム変数への直接アクセスができないようにしていた。これは、チューブのコプロセッサを使った時にプログラムが、 動作し続けるようにするという意味もあるが、同時に BBC ミクロ向けソフトウェアの機種間、互換性を強化する意味もあった。当時の他のシステムでは、ピークトップオークを使っていたのに対して、BBC ベーシックやアセンブリプログラムは、CPU のレジスタ及びスタック上のパラメータを設定して、システム考慮を実行していた。そうすると、MOS がその要求を解釈して、 適切な処理を行う。学校では E コネットで BBC ミクロ同士を相互接続していることが多く、ネットワーク上での他人数参加型ゲームがいくつも開発された。BBC ベーシック、編集ロム上の BBC ベーシックインタプリタは当時としては非常に洗練されていて、教育用途の機能を全て備えていた。 アセンブリ言語を使わなくても気の利いたプログラムが書けたとされている。アセンブリ言語がどうしても使いたい場合は、それも BBC ベーシック内に組み込まれていた。当時、他社のマシンではマイクロソフトベーシックや、それに似せたものが使われていた。これらに対して BBC ベーシックは次のような利点がある。1986年、エイコーンは、 様々な拡張を施した後継の BBC マスターシリーズを投入した。基本的に6502ベースであることに変わりはなく、BBC ミクロでも拡張可能だった部分を最初から全て本体内に実装したものと言える。1985年、エイコーンは独自の32ビットリスク CPU を開発し、それを使ったパーソナルコンピュータの開発に取り掛かった。 1987年、エイコーンアーカミデスシリーズ4機種がリリースされ、回の2機種が BBC マイケルコンピューターズとしてリリースされた。BBC ミクロとしての最後の機種は、1989年の BBCA3000 であった。1メガバイトメモリ搭載のアーカミデスを当初の機種のようなキーボード一体型にしたものである。2005年現在も、その拡張性の良さと、 頑丈さから BBC ミクロは多数使われている。イギリス国内の博物館では BBC ミクロが対話型で活躍し続けているところもあり、ジョドレルバンク店問題では BBC ミクロを2004年現在も電波望遠鏡の制御に使っているという。BBC ミクロのエミュレータも各種 OS 上で作られている。2008年3月、BBC ミクロ開発者が ロンドンのサイエンスミュージアムに集まった同博物館はコンピュータの歴史についての展示を2009年に行う予定である。ありがとうございます。